和田稲荷神社は東京都練馬区石神井町にある稲荷神社。陶器町の宗教法人名称は稲荷神社。別名伝五郎稲荷、または和田堀稲荷とも呼称される。かつては周辺の和田地区の陳述であったが、明治以降は石神井公園南側に隣接する石神井氷川神社に合志されている。複数の旧史料中に記述はあるものの、 明確な創建年代については不詳である。境内の石碑の背面には、304年の昔京都伏見の里より、伝五郎沖縄の写し祭り市というと時記され、伝五郎稲荷はこの人物の名に由来する。御神木の白河式爪像の大石の、レリオフ彫刻は大な神社は、南向いの小坂路上に、西向きにあり、昼間は、鳥居前のスライド式ゲートが一幅程度開かれる。 入り口付近に立ち入り禁止区域の標識と長獣保護区の看板が立っている。敷地はそれほど広くはないが常に竹棒器で吐いた跡があるなど手入れの行き届いている様子が狙い得る。車前の販路では今日でも歩行者が時折鳥居付近で一礼してから通過する姿が見受けられ参拝客で混雑することなどはなく木々に覆われた完成な神社境内となっている。 この他に境内には、入り口付近に、先端の尖った百度石や、応答は戦争戦没者慰霊碑、五戦宮記念碑など、複数の巨石碑が混流されている。ありがとうございます。